風刺漫画、豚の頭に人の体の作者である中国・安徽省の張東寧氏は在日中国人の殺人事件を漫画で風刺したことで再び挑発によりトラブルを起こしたとして安徽省の裁判所から1年の懲役刑を言い渡された以前、彼女は300以上の豚の頭に人の体シリーズの風刺漫画を作成したとして有罪判決を受けていた。 メディアの総合的な報道によると、張東寧氏は最近、インターネットで、日本で数年前に発生した高架事件、中野区中国人留学生殺害事件に関して、被害者である高貨氏の母親、高修蓮氏への攻撃的なメッセージを見て、風刺漫画を描き、複数のウェブアカウントを使って、インターネットに投稿したところ、1000万回以上閲覧されたという。 しかしその後高修連氏が趙東寧氏に起訴を起こし3月4日趙東寧氏は安徽省怠南市の殿下安区地方院から挑発によりトラブルを起こしたとして懲役1年の判決を受けたという実は趙東寧氏は2年前に日本から帰国した際同じ罪名で実刑判決を受けていた子どもの頃から絵を描くのが好きだった趙氏は日本留学時に 豚のの頭に人の体シリーズの漫画を作成し、ロ・ボーネー氏がネット上に掲載したことから、中共当局に中国人を中傷していると非難され、精神日本人、中国を侮辱しているなどとレッテルを貼られた2019年5月、22歳のチ子氏は当局に逮捕され、挑発によりトラブルを起こしたとの罪で、1年の懲役を言い渡されていた。 この事件を追う国立静岡大学の楊海英教授はラジオフリーアジアに超東寧氏の作品は日本の歌協会ではよく知られており中共当局の神経を逆なでしているのではないかと語った楊海英氏は超東寧氏の漫画は特に中国大陸から日本に来た若者に影響を与え中共は日本に来た若者が 長ののようなな道をを歩むことと恐れていいるのではないかと指摘した北京総省のアーティスト王鵬氏は張東寧氏が日本で起きた中国人殺人事件に触れたことで再び挑発行為の罪に問われたことに関して中共側にはこの件がある種の連鎖反応を起こすことへの心配があるのだろうと指摘している王鵬氏は彼ら大陸から日本に来た若者が 帰国後に超東寧氏と同じような行動をとるという連鎖反応が起きればそれは大きな衝撃となる中共の凱旋、プロパガンダの基準で把握できることではないおそらく超東寧氏は彼らの限度を超えてしまったのだろうそうなると彼らは超東寧氏がわざと逆のことを言っているのだと考える彼らに狙われるとどんな言葉を使っても 彼ららは自分をからかっってているとと思ってしまうのだと述べた2016年11月、日本に留学していた中国人女子学生の高貨氏がアパートの外でルームメイトの元交際相手に殺害されたと報じられた事件当時、ルームメートだったリュウキン氏はドアの内側に閉じこもっていたことで事件後、人を見殺しにしたと非難された。 リューキン氏のの母親をわざと避け、高架氏の葬儀にも出席しなかった。劉金氏が帰国後に自身のウェイボーアカウントで行った投稿は自分の汚名をすすぎ事件を利用して寄付を集めていると一部のネットユーザーから非難されたネットユーザーらは彼女がネット水軍を雇って、高貨氏の母親である高修蓮氏を攻撃する発言を 定期的に繰り返していることにも疑問を呈しているその後、甲州連氏はリ金氏を相手に訴訟を起こした実際、硬化事件についてコメントしたことで起訴されたのは張東寧氏だけではなかった昨年、硬化事件に関連した記事や漫画をウェイボーに投稿したことで上海の裁判所から侮辱と名誉毀損の罪で有判決を受け 1>, 1年6ヶ月の懲役を言い渡されたネットユーザーもいた。